どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回もですね、こちらキャラバンの中からお送りさせていただこうと思います。気がつけばこのキャラバン購入してから半年以上経ちましたが、キャンプや車中泊、荷物を運んだりとね、いろいろ大活躍してくれています。ただどうしても車体の大きさや燃費などを考えると、ちょっとしたお買い物や普段のね、街乗りなんかには不便だなと感じることもあります。そんなね、悩みといっても小さいものなんですけれども、そんな悩みを解消するために3代目535を購入決定しました。さて、突然の発表に驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらのね、2代目535キャラバンは今後もね、キャンプや車中泊とまだまだ活躍していただく予定です。今回購入決定した3代目535には、さっきも言ったみたいにちょっとしたお買い物や街乗りに活用してもらう予定です。車2台持ちということなので、購入金額が安くて燃費が良くて、今住んでるところがね、坂道が多いところなので、なるべくパワーのあるものを選びました。それではいよいよ発表です。3代目535はこちら、トヨタライズに決定しました。はい、ここにね、カタログを持ってるということは、このチャンネルでおなじみと言っても過言ではない、カタログを見ながら車が車でああだこうだお話しする会を開催したいと思います。初のトヨタ車となるんですけれども、購入価格、燃費もさることながら、このカクカクしたボディがキャラバンの横に並べたらアウトドア感があって、めちゃくちゃかっこいいんじゃないかというのと、5ナンバーサイズのコンパクトなボディということで、初代奥様号としても活躍してくれるんじゃないかというのが今回購入の決め手となりました。アクティブユースフルコンパクトをコンセプトに、週末のレジャーでも普段使いでも扱いやすく、さまざまなシーンでアクティブな毎日をサポートする車として開発されたトヨタ車の中では一番コンパクトな SUV で、ダイハツロッキーとは兄弟車となります。初代は2019年に発売されましたが、2021年に一部改良となり、エンジンは 1.0 リッターから 1.2 リッターにパワーアップし、ハイブリッド車もラインナップされました。ハイブリッド車がラインナップされたと言ったんですけれども、今回私が購入したのはガソリン車です。グレードはガソリンの 2WD の G グレード、ライズの中では中間のクラスになります。選んだ理由は、何度も繰り返すんですけども、購入価格を抑えたかったのと、ハイブリッドやと納期がね、かなり遅れそうやったんですよね。それと聞くところによると、ガソリン車でもかなり燃費がいいということで、それを検証してみたかったというのもあります。オプションは必要最低限に抑えました。ではまずメーカーオプションから。安全装置からブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックアラートのセット、そしてナビはつけずにディスプレイオーディオにして、パノラミックビューパッケージを選択しました。ディーラーオプションはベーシックセットタイプ B と ETC 車載機、荷室のトノカバー、そして外回りは LED のホグランプのみつけてもらいました。初代奥様子となりますんで、安全装置は必須。そしてさっきも言った通り、坂道が多い街ということで、山をね、登らないといけない時もあるので、明るくするためにホグランプもつけました。ディスプレイオーディオなんですが、こちらトヨタの純正ナビと比べると半額以下ということと、まあ、単純にトヨタのディスプレイオーディオを使ってみたいなというのもあって選択しました。535といえば今まで白が基本やったんですけれども、今回はね、キャラバンが白ということもありますんで、少し遊び心を出してみました。ライズのボディからはシャイニングホワイトパール、ブラックマイカメタリック、スムースグレーマイカメタリック、ファイヤークォーツレッドメタリック、ナチュラルベージュマイカメタリックに、マスタードイエローマイカメタリック、レザーブルークリスタルシャイン、ターコイズブルーマイカメタリック、これがね、ライズのイメージカラーです。ブラックマイカ、スムースグレーの2トン、ブラックマイカ、ホワイトパールの2トン、ブラックマイカ、ターコイズブルーの2トンと、全11種類もあります。そしてその中から私が選んだのは、ナチュラルベージュマイカメタリックです。キャラバンの時にもね、候補に上がったグレーもね、悩んだんですけれども、ご近所さんでこのライズのベージュ見かけまして、かっこいいなと思ってね、ベージュに決めました。さて、それでは購入の一番の決め手となった金額、こちらを発表したいと思います。トヨタライズガソリン 2WD G グレード、そしてボディカラーはナチュラルベージュマイカメタリック、オプションはブラインドスポットモニターにリアクロストラフィックアラート、ディスプレイオーディオパッケージにパノラミックビューパッケージ、ベーシックセットタイプ B、トノカバー、LED ホグランプ、ETC 車載機。以上、3代目535最終購入金額は205万円でした。
あと5万円と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、最初決めた金額では200万切ってたんですけれども、安全装置などつけていく間にちょっとずつ値上がりしてしまって、最終の購入金額こちらと決定しました。まあね、最近の車にしてはかなりお安く買えたんじゃないかなと思います。これならね、コンパクト SUV が200万円切って購入することも可能なんで、こちらライズ欲しいなと思う方いらっしゃいましたら、ぜひともお近くのトヨタまで足をお運びください。実際のね、乗り心地や燃費などはライズが届いてからちょっと乗ってね、検証してみてからまた動画にしてみたいと思いますので、その際はそちらの動画もよろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画を見てこちらライズ欲しくなったよという方、また実際に届いた車どんなやったと気になってくださる方いらっしゃいましたらですね、高評価ボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次のライズの動画でお会いいたしましょう。535ムービー5でした。グッバーイ、よいしょ。